村山貯水池駅は東京都にかつて存在した駅。過去、同名別駅として3駅が存在した。村山貯水池駅、村山貯水池駅、村山貯水池駅西部沿線が北向きに方向を変える部分から西南西へ直線に走った場所に存在した。多摩湖線が狭山公園の入り口へ通じる道を橋梁でまたいで、 玉子駅へと登る部分の東、元玉子線の前身である、玉子鉄道武蔵野鉄道玉子線の、村山貯水池駅鞘山公園前駅の駅前から、ほぼ東へ直角に曲がった位置に位置しており、両線が別会社であった時代に起こった、激しい観光客輸送競争の舞台となった駅であった。校内の配線については、直接的な資料がないが、 1943年に陸地測量部の手によって航空写真で即図された3000分1地形図、また戦後すぐに撮影された航空写真によると、串型一面二線の構造であったことがわかる。また、駅自体が道から東に奥まった場所にあり、そこの間が駅前広場となっていた。現在の終点である西武園駅とは、 短期間であるが互いに独立した駅として並行して営業した事実があり、書類上も全くの別駅である。しかし現在では同一視され、当駅が事実上西武園駅の前進駅として扱われている。なお現在の路線区分から見た場合、西武園線の駅ということになるが、営業当時は後に新宿線の一部となった村山線の終着駅という扱いであった。 西武沿線が分離されるのは当駅の廃駅後のことのため一度も西武沿線の駅であったことはない。当駅は当初西武鉄道の本線である村山線の終着駅として作られた。支線とならずに村山線の駅となり得たのはもともとこの地域を旧西武鉄道が村山線の延長線として計画した東村山、箱根ヶ崎間の路線、通称 箱根ヶ崎線が通過する予定があったためである。この箱根ヶ崎線については長く塩漬け状態を続けていたが、1927年に村山貯水地こと玉子が竣工して人気観光地となり、そこに目をつけた同じ国分寺駅を起点とする玉子鉄道やライバル社であった武蔵野鉄道の路線がその後半に迫ったことで、 対抗意識を燃やした会社の手によって放置状態から一部が解放されることになった。この際、会社は、玉子付近を通るように計画を微調整、村山線の延長線として、とりあえず一駅だけ開通させることとし、終着駅として、当駅を設けることにしたのである。開業は、玉子鉄道よりやや遅れた1930年4月5日のことで、当初は、 村山貯水一枚駅という前がつく駅名であった。位置としては、玉子鉄道の計画していた終点駅に横合いからぶつかるところにあたり、当初から同社をかなり意識して駅が作られていた。なお当初は仮駅で200メートルほど西に移転して本駅を作る予定でいたが、1939年に1月27日に延長を諦め、 そのままの位置で正式な駅となっている。会社の見込み通り、当駅は西武鉄道の駅として、玉子鉄道武蔵野鉄道玉子線と玉子へ向かう観光客を奪い合う場となった。当初は玉子鉄道側の駅が貯水池から離れていたため有利であったが、1936年に玉子鉄道が延伸して、当駅のすぐそばに駅を構え、さらに当駅の駅名から、 前を取っただけの村山貯水池駅を名乗ったことで、その競争が本格化した。もともと不具体点の中であった両社の競争は激しく、1941年に政府から戦争対策のために駅名を解消する用紙導があった際にも、こちらが3月1日に、狭山湖園駅と解消すれば、武蔵野鉄道側は4月1日に、 狭山公園前駅とまた類似の駅名に解消するなど、熾烈な張り合いが行われたのである。しかしその張り合いも、次第に太平洋戦争の激化によって、不要不急の旅行が制限されるようになると、観光客自体が減り始め、自然と衰えを見せ始めた。1943年10月27日には、本来貨物営業のなかった、当駅に、 東京市の要請により空襲に備えて、各種建物を補強するための資材を運搬する、目的で1年間限定で引き込み線が設けられ、観光職は、さらに薄まりを見せた。そしてついに観光路線ということで、路線自体が不要不急線に指定されてしまい、1944年5月10日に、休止となり、線路も撤去されてしまったのである。戦後、 当駅が復活したのは1948年4月1日のことであった。村山貯水池駅と解消しての新たな出発であったが、当駅が休止している間に当駅とライバル争いを繰り広げた。玉子線は同じ西武鉄道のものとなっており、戦前のような観光客の奪い合いは起こらなかった。むしろ当駅の復活は観光客の輸送だけでなく、 別の目的を兼ねて行われたものであった。西武鉄道は、この前年に貯水池周辺に広大な土地を購入しており、そこに観光客誘致のために、東村山文化園という総合娯楽施設を作ることを計画していた。当駅は、観光客輸送と、その建設資材や、人員の輸送拠点を兼ねる駅として復旧することになったのである。しかしその、 東村山文化園構想で作られた施設が思いがけず、当駅の地位を危うくすることになった。それが東村山文化園の一部として開設された村山競輪場である。当初の計画ではこの競輪場は存在しなかったが、各地で競輪が大量の観客を動員しているのを見た西部が、 東村山文化園構想の一部に、これを追加したことからの解説であった。そしてこの競輪場への交通を確保するべく、当駅の手前に、野口信号所を設けて、視線を分岐させ、1950年5月23日に、臨時駅である、西武園駅を開業させたのである。両駅は、しばらくの間並行して営業をしていたが、会社は、 東村山文化園構想推進のために西部園駅を優先すべきと考えるようになった。また実際のところ同一地域に三つも駅が存在し、うち二つの駅が全く同じ場所に存在するというのは不合理である。昔のようにライバル会社として格を付き合わせているというのならば、ともかく現在では同じ会社となっているのだからなおさらというわけであった。そして、 何より、この路線形態で、西武園方面と同時に列車を運行すると、分岐点である、野口信号所がパンクを起こすという問題があったので、ある。このため、西武鉄道は、東村山町の町長と協議を行って、東駅と西武園駅を統合し、西武園駅を常設駅とすることを決定。そして、 西武園駅開業から約10ヶ月後の1951年3月1日、当駅は西武園駅に統合される形で終着駅の座を譲り、復活後わずか3年で廃駅となったのであった。駅跡は廃止後速やかに更地とされ、さらに整地されて住宅が建ってしまい、現在では駅の存在すら疑い知れない状態である。また、 野口信号所から駅までの部分もしばらく廃線跡として残されていたが周辺の住宅開発によって一部が遊歩道や道に転用された他は家並みの中に平敦されてしまい家の並び方からなんとなくそれとわかる程度の痕跡しかない正確に追跡するには各時代の航空写真と地図を比較して追うより他に方法がない状態となっている AB マオケ介、スケ日本鉄道旅行地図帳4号関東に新庁舎2008年8月52から53ページ ISBN 978から41億790万 227AB 西武遊園地駅40年ぶり玉子駅に駅そばの西武園中央口閉鎖で毎日新聞オリジナルの2020年3月14日 時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20200314182252/https:mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/040/209000c2021 年11月14日閲覧。 ありがとうございます。